久保さん、今回帰るにしましょうか。帰る。<laughs> まあ、多分ずっとネタ的に使うでしょうね。ま、あでも今思うとネタに使えるので、まあ、あのセリフは良かったなと思いますけどね。<laughs> うん。やっぱ考えてるところが全然やっぱ違う。見てるところが全然違うんですよね。うん。あなたの給料は何でできてるんですかと。 働いたから給料がもらえるんですかっていう。でも一般の人は働いたから給料をくださいって話ですよね。働いその働きが売り上げにつながってなかったらお金は発生しないんですよ。じゃあお金が発生しないのに給料を上げる場合、どうすればいいのかっていうと、借り入れしてこないといけないんですよ。<laughs> ね。雨が、雨のごとくね、お金が降ってくるんだったらいいんですけど、そうはならないので。 会社の売り上げが上がってない、上がってないけど、給料払うんだったら、それは借り入れしないといけないんですよね。うん。でも、ほとんどの従業員は、働いたら、働いたから、給料をよこせなんですよね。いや、は、は労働したんだから、お金よこせなんですよね。まあ、それは間違っても、間違ってはいないんだけども、でも、その考え方だったら、まあ、自分で稼ぐってことは難しいでしょうね。 だから起業したりとか自分で会社やるってことは、まあ、一生難しいと思います、うん、起業する社長する自分で稼ぐっていうのは働いても売上上がることは保証されてないのでどれだけ努力してもお金ゼロの時ももちろんあるし、うんまあ、いい時ももちろんありますし悪い時もあるしそ,うそれが保証されてないですよね うん、保証、だから保証されてないからこそ常に考えないとダメなんですよ。うん。ん。最近ね、僕のあのお客さんでね、ウッチーっていう人がいるんですけど、ウッチーさんがね、あの、だいぶね、変わってきまして、その、考えるっていうことができるようになったと。要はね、まあ、久保さんもいろんなお客さん見てるんでわかるとは思うんですけど、多分その一般の人ってその考えるっていうことを多分し深く、 氷山の一角のこの見えないところですよね。見えないところを深く展開している。まあ、億万長者合宿でも展開っていうね、言葉が久保さんが出ましたけど、その深くこう、展開する、深くこう考えていくっていうのが多分ないんでしょうね。うん、浅いというか。うん。だからね、まあ、自分でビジネスこうやるようになって、そういう、なんだ、社長っていうポジショニングも経験して、 深く考えるようになりましたよね。うん、深く広く展開していくというかうん。だって、一つの方向性だけしか考えなかったら、これで結果出なかったらどうするんですかって話で、いろんな多角化して考えていかないと、例えば、 じゃあ、これで結果出なかった。じゃあ、違うことを考えないといけないじゃないですか。例えば、売り方一つにしても、この一つの A の売り方で売れなかったら B の売り方。じゃあ、B の売り方で売れなかったら C の売り方。あ、このダメだな。じゃあ、どうやったら売れるんだろう。っていうところで、いろいろ考えて X を出すとかね。うん。なんか、そういうことをしていかないといけないんですよね。だから、常に、あの、答えない、なんだ、答えを探していく。 でもその答えではないみたいなね。うん、だ一生答え探しみたいな感じですよね。でも答えはないんですよ。<laughs> だって時代が変われば答えが変わるじゃないですか。昔売れてたものが今売れませんっていう。ポケベルが昔売れてたけど、今ポケベルウ売るの難しいじゃないですか。まあ形を、だからそれも形を変えて売ってると思いますけどね。そう、あのね、久保さん言ってましたけど、その飲食店のね、あの、あの、ち ピー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 ,ピーなるやつですよね。形を変えて売るみたいな。だからそれも、今、それも考えないと、どうやったら売れるかな、みたいな。で、どこの場所だったら売れるかなっていう。今は、昔はポケットベルみたいなね、一般の方にこう売ってましたけど、それが売れなくなったから、それを場所を変える、形を変える、あの、売る場所を変えるってことですよね。うん、だからそれをやっていかないと生き、生き残れないわけですよ。うん。そう。あと、昔売れてたって何だろうな。 昔、あ、そう、昔、たまごっちっていうのが、まあ、今も売ってんのかなめちゃめちゃ、まあ、爆発的に売れたんですよね、たまごっちっていうのが。じゃ今、爆発的にたまごっち売れるのかっていうと、爆発的には売れないですよね。今は、どちらかというと、マニアの人が買うのかなたぶん、爆発的にはたまごっち売れないですね。<laughs> 多分たぶん。社会現象になってましたよね。たまごっち結構 <laughs>。懐かしいですね、たまごっち。 たまごっち懐かしいな爆発的に昔売れてましたね。そう。あと何すかね爆発的に昔売れてたの。MD とかね。そう。カセットテープからね、MD になったんですよ。すごいな、つってね。MD ウォークマンっていうね。そう。もう結構売れてたと思うんですよ。MD。MD の時代があったと思うんですけど、今 MD 売れます ?MD ウォークマン売れ。カセットウォークマンも売れないし、今 MD ウォークマンも売れないですよ。 でも昔は売れてたんですよ。うん、今 MD ウォークマン聞いてる人いんのかな <laughs> このご時代に。多分まあ、まあ、いるかもしれないですけど、限りなく少ないでしょうね。限りなく。そう。だ時代のともにね、企業もかあの売る商品変えてかなしていけないじゃないですか。<laughs> 売る商品変えてますよね。うん、だってエア、iPod が出てね、もう MP3 になっちゃったんで、 MD でその、ねそ、そもそも CD をレンタルして借りて録音するっていう、ね、レンタルビデオ屋もね、あのー、今あんのかっていうと、ほとんどないじゃないですか。だからその、僕、ネットフリックスで、全裸監督っていうのを見て、それでその、昔そのビデオがね、前世紀の時はもうレンタルビデオ屋さんがどん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 急成長したわけですよ。でも今はもうレンタルビデオ屋さんないっすよね。 うんないっすよ。だって、ビデオ屋行かなくても、無理、サブスクで無限に見放題っていうね、サービスがいっぱいあるし、<laughs> みんな Netflix とかね、Amazon プライムとか、<laughs> レンタルビデオね、借りる、あれないっすよね。うん そうだから時代とともにいろいろほんと変わってますから変えていかないといけないですよねで唯一変わらないことがあるとするならばやっぱお客さんの悩みですよね悩むポイントこの悩むポイントっていうのは大したら変わんないですよねだから、まあ、そこに対してしっかりアンサーできるような情報発信ができれば、まあ、ずっと飯を食っていけるかなと久保さんもね悩みとか相談を受けてね、まあ、テンプレートがしてると思うんですけど大体もう悩み変わんないじゃないですか だからそこの悩みにしっかりとアンサーできる、回,回答できるっていうところは、まあ、変わらないかなと。人間の心理、人間の感情、人間が、あの、まあ、一般の人が考えること、まあ、あんまり変わんないですよね。うん例えば、その、億万長者合宿でね、参加したら本当に稼げるんですかとか、まあ、それも変わんないですよね。うん。大体、かあの考えてることは。それやって本当に稼げるんですかと。 給料ちゃんともらえるんですかみたいな <laughs>。それは一般の人の考え方って変わんないですよね。そう。うん。だからね、まあ変えましょう。考え方も変えないといけないし、いろいろと変えていかないといけないところありますよ。まあ変えなくてもいいところもあるんですけどね。まあ変えなくていいところは、まあそういうと、あの、お客さんの悩みに対してアンサーするとか、まあ、 あれっすかね変えなくてもいいところは、うん。う,ん,うん。まあ、真面目にやるといゃいですか。<laughs> 真面目にやる。 時代がどれだけ変わっても、まあ、真面目にやって、なんで真面目にやるかって、まあ、真面目にやったから結果が出るとか出ないとか、そういう問題じゃなくて、真面目にやってることによって、人に与える印象が、いい印象になるってことですね、単純に。で、悪い印象を与えるのか、いい印象を与えるのか、どっちの方が商品売りやすいのかっていうと、まあ、商品を売るっていう前提ですよ。商品を売るっていう前提だったら、いい印象を与えた方が僕はいいと思うんですよ。真面目にやってた方が。 だからその久保さんの話でもありましたけどその山口組、暴力団組合の人真面目に働いてるえ、あの人暴力団の人みたいなめっちゃ真面目にやっとるやんみたいなだか,だから暴力団っていう方が関係ないですよねなんか真面目にやってるよすごいなみたいなやらないとみたいなね <laughs> だから真面目にやるっていうのはまあ時代が変わっても変えなくていいんじゃないですか 不真面目にやるより真面目にやるっていうところは、ただし考え方としては、真面目にやったからといって売り上げは上がるわけではないけれども、真面目にやるってことは大事かなと思いますね。真面目に真剣に生きる。真面目に真剣に仕事を頑張る。それは、あの、変えなくてもいいと思いますけどね。うん。そう。まあ、あとその、なんかよく、 不労でお金が入ってくるとかね、不労所得とかもありますけども、それも真面目に楽して、真面目にですよ。まあだかここ難しい考え方なんですけど、真面目にどうすれば楽に稼げるかっていうのを真面目に考えて実行していくってことですね。でも楽に稼ぎたい人っていうのは、真面目に考えてないんですよね。<laughs> なんか楽に儲かる方法ないかなっていう、どちらかというと不真面目に、不,不真面目に楽なあ稼ぎ方を探してるっていう。 多分ね、これ、ん、多分そうだと思うんですけど、不老で稼いでる人、ほとんどの人が、真面目に真剣にそれを考えたと思うんですよ。どうすれば、不老でお金が入ってくる仕組みを作れるのかとかね。どうしたら、あの、働かなくてもお金が入ってくるの、できるのかっていうのを、真面目に多分考えて実行した人じゃないかなと思います。逆にそれが、あの、構築できてない人っていうのは、不真面目。まあ、適当に考えてるというか、浅く考えてる。 なんかあったらいいな、みたいな。そう。これも大きい違いですかね、多分。うん。はい。いってらっしゃい。